料理キッズを目指す海星くんが家族で作れるイケてるメニューにチャレンジ。イケメシ。今日は松岡先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はでっかい餃子です。円盤型に焼く食べ応え抜群のビッグ餃子。見た目のインパクトもバッチリ。楽しい料理です。材料です。合い挽き肉 300g、 ニラ 50g、 ネギ 30g などをご用意ください。まずはお肉に生姜と水、酒と塩コショウを入れて粘り気が出るまでよく混ぜ合わせよう。お肉に粘り気が出たら、そこにキャベツとニラ、ネギを加えてまた練っていこう。野菜は水分が出るから軽く混ぜる感じで OK。 そうしたら、ここで今日のイケメンシポイント。まずフライパンに軽く油を引いたら、餃子の皮を持ってね、ここにちょっとここに水をつけるような感じで重ねていっていいですかな。はい、こういう感じで。はい、そしたらば今度は真ん中これを塞いでください。これでまず下の面が OK です。はい、ネタを乗せていきます。少し平らにしてね、さあこうにこの真ん中に入れますね。で少し餃子のこの皮わかる、はい、残しておいてね、ここにくっつけるから。ちょっとだけここに最初にお水つけておくね。で今度はここしっかりと、今度こっちの餃子の皮わかる、はい、ここにこうにくっつくように、こういうふうに、こういうふうに、はい、全部きれいにできましたね。はい、そしたら今度はじゃん、火をつけて、最初はちょっと強火、お湯を用意してください。はい、で周りからね、ジュ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 、ちょっと餃子の皮が隠れるぐらいだったらば蓋を忘れます。はい、火を中火にしてください。はい、これで蒸し焼けるような感じにしていきます。はい、ちょっといい音してきたよね。はい、ちょっと様子見てみるか。はい、おお、さあチャレンジしますか。はい、はい、いいですか。はい、おお、いい色、いい色ですね。これでまたさらに蓋をして5分ぐらい置きましょう。はい、はい、じゃあ海星くん様子見てみるか。はい、よし、おいいね。じゃあ最後の仕上げ、ちょっと火を強火にして、ここにごま油を、まー、はい、完成です。円盤型のビッグな餃子ができました。ごま油のいい香りが食欲を刺激します。いただきます。こんな餃子は食べたことがありません。とっても美味しいです。本当？はい。いや、嬉しいね。そうだね、海星くん一生懸命頑張ったから、とてもジューシーにできたと思うし、お好みで醤油とかラー油とかつけて食べてもまた美味しいよね。はい。とっても大きい餃子、皆さんも作ってみてください。